それでは私の方から2点申し上げます。一つは週末に G20 で政府首脳が赴くわけでありますが、折からの円高傾向は非常に勢いの強いものがあります。日銀が若干の金融緩和策を講じ、さらに政府が円高介入措置を取りました。しかしこれとても持続的な大きな効果が見込めるとは思われません。したがって今後のこの円高傾向がなお根強く続くとすれば、 G20 の場においてまずこの国際的な枠組みの中で一方的な円高を抑制するような措置、仕組み、これについて我が国から提案をし、そういう仕組みを作ることに努力をすべきであるとこう考えます。これが1点であります。それともう一つ、例えば各国の通貨同士の相対的な関係ということがあります。特に人民元、これはアメリカとの間ではこの対ドルとの関係でアメリカの強い働きかけがあり、人民元が対ドルの関係で切り上げられるという措置が取られております。しかし片方円との関係でも実質的に円が高くなるという実態が生じておりまして、この点での是正措置が必要であります。この日中の貿易関係が非常に大きな内容を占める以上、この円と人民元との相対的な関係についても適切に是正される必要があると考えます。政府はこの点について中国側に強い働きかけはこれまで行ってまいりませんでした。この円と人民元との関係、場合によってはウォンも含めたこの日中韓の間での通貨調整のシステムを政府からイニシアチブを取って作っていくという努力も必要ではないかと思います。 G20 に際して我が国政府からの積極的な働きかけを強く我々から求めたいと思います。これが1点であります。もう1点は国会の対応で民主党が財確法の本会議での趣旨説明、そして法案の採決の時期についても提案がなされたようであります。しかしこの財確法については前提として3党で協議をして、その召喚の道筋を明らかにしていくと、明確にしていくという基本的な合意が作られているわけであります。しかし実際に政府が提案しようとしている財確法についてはなお協議によって修正を余儀なくされるという可能性があるわけでありまして、先週からこの3党の協議は実質的に進んでおりません。そういった修正含みという中では単に採決の出口を与党から打診するのではなくて、この与党の側から3党の協議について強く協議を前へ進めるという努力がなされなければならないと思っております。公明党の考え方はすでに提案をしているわけでありますが、ぜひとも与党としてこの法案の成立へ向けて3党の協議を前に進める、このもう一段の努力を強く促したいと思います。私の方からは以上であります。以下座ってご質問を受けしたいと思います。はい、どうぞ。朝日新聞の木原ですけれども、復興特区法案についてお伺いします。復興特区法案が今日閣議決定をされてですね、これから審議ということになると思いますけれども、公明党が主張していることの中で、一部盛り込まれてない部分もあったりとかですね、大枠の趣旨についてどう感じておられるのかということと、今後その法案の賛否について今の時点でどうお考えになっているか、この2点をお伺いします。この復興特区構想そのものは我が党から提案をしたものであり、これが復興基本法に盛り込まれ、そして具体的な特区の在り方について政府側として整理して法案が提出される段階になったとこう認識しておりますが、いくつか具体的な我が党からの提案のうち、
特に条例の上書き権というものについてまだ政府側としてこれを認めないという対応で法案が出されるようであります。今日本会議でも我が党の斉藤議員の質問に対して総理の答弁がありました。これは条例は法律の範囲内で制定されるものでありますから、政府としてですね、この上書きなるものを行政権としてこれを認めるということはできないという総理の側の答弁でありました。しかし法律の範囲内でという憲法の原則からすれば、まあ、ここは立法府に委ねられているとこう考える余地がありまして、今後政府がそのような上書き権を認めない法案を出すのであれば、立法府においてその法律の範囲内で上書きが認められるかどうか、立法府の議論を通じて我々の主張を実現してまいりたいと思います。この国会におけるつまり立法府における上書き後の事後的なチェックの体制というものをきちんとすれば、我々としてはこの上書きというものは法的に可能であると憲法上の要請を満たすとこのように考えているところでありまして、今後の国会での合意形成に努力したいと思います。その点では与党としても前向きな対応を期待したいと思います。法案の賛否を考えたときに、はい、法律の上書き権、条例による上書き権が盛り込まれるかどうかというのは、やはり条件になるんですか。まあ、そこが最大の焦点だと思っておりますが、まあ、今後の議論の成り行きによって、賛否は今直ちに、申し上げる段階ではないと思っております。はい、すみません、はい、同じく復興庁の方なんですけども、はい、閣議決定がなされまして、はい、で野党が、まあ、特に公明党、自民党は復興庁 の権限強化についてこれまでもその主張されてますけども、今後具体的にですね、どういった点を主張していき、その合意形成を図っていきたいというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。本来復興庁の構想というものはワンストップで被災地のニーズに的確迅速に対応できるということが趣旨であります。ですから復興事業についてすべてを復興庁に委ねるということは必ずしも妥当でないとかあるもののですね、復興の骨格的な部分、特にこの基金等を活用し復興特区を活用して事業を進めるという部分については復興庁の権限を最大限許容するような方向での議論が望ましいと思っております。実際にはここはその予算との関係、さらには会計との関係と3党の協議で残されているところと関連するところもあると思っておりますので、この協議の進展というものがであるがゆえに必要だとこうも考えているわけでありまして、ぜひその点を進めた上で復興庁のワンストップサービス、復興の促進として最大の効果が発揮できるような枠組みを作るべきだとこう考えております。どうぞ。国家公務員給与のですね、人事勧告について、はい、まあ、政府は実施をまあ見送る決定をしたんですけども、はい、まあ、これについて、先ほどの、参院本会議で、まあ、総理はまあ憲法上問題ないという認識を示したんですが、まあ、石原幹事長とかですね、あるいは人事院総裁からまあ憲法に抵触するんではないかという指摘もあるんですけども、代表この点どのように思いますか。まあ、この点は憲法上疑義がないとは言い切れないと思います。今の人事勧告制度というのは労働基本権を制約する代償措置として制度的に設けられているものでありますから、その労働基本権の制約が取られると除かれるということなくしてですね、この人事勧告を否定すると、実施を否定するということは制度そのものを理解していないという恐れなしとしません。
また総理の政府側の話でありますと、勧告の趣旨は政府の提案の人件費を削減する法案に反映されていると、こういうこともおっしゃっているようでありますが、しかし人事院勧告というのは制度として勧告を受け入れると、勧告を尊重するということが趣旨でありますから、実質的な内容を見て、別な法案に、つまり人件費抑制の法案に趣旨が反映されているということでは、これは代償措置を取る人事院勧告制度そのものを形骸化するものと言わざるを得ないと思います。一方で、この度国家公務員の人件費を抑制するというのは、最大の目的はこの復興財源を確保するための臨時的な措置ということで強要されるものと我々は考えるわけであります。ですから、この公務員の人件費を人事院勧告という仕組みを取って定めていくということと、財源を確保するための臨時的な措置というものは別に考える必要があると思います。我々としては人事院勧告は受け入れるべし、そして財源として確保する制度は別途臨時的に講じるべしというのが基本的な考え方であります。はい、今日は代表質問の中で、はい、斉藤幹事長代行がですね、はい、消費税の引き上げに関連して、はい、引き上げの法案提出前に国民の信を問うべきであるという趣旨の質問をされましたけれども、はい、代表としてはどのようにお考えでしょうか。これは民主党はこの度の、まあ、つまり前の選挙で国民の皆様に4年間消費税は上げないと、別な方法で財源は生み出せると、そして自らの掲げる政策が実施できると、こういうふうに訴えてきたはずですね。ところが政権を取ってその任期中に消費税を上げるという判断をするのであれば、それは上げるという判断を変えたことそのもの、これが国民との約束を違えると違えるということでありますから、その是非について国民に信を問うのが筋だと思います。今日の総理の答弁を聞いておりますと、法律は作る、そして成立させる、で実施をする前に国民の信を問うと、こういう言い方をしているわけでありますから、これは意思を変更して国会で通してしまってから民意を問うというのは本末転倒だと、このように思います。はい、まあ、その関連なんですけれども、まあ、いずれにしてもこのまあ折り返し地点をですね迎えて、まあ、その野党としてはですね、まあ、その解散に向けてですね、まあ、構成を強めると思うんですが、今後どういう戦略を解散に向けて描いていらっしゃるんでしょうか。改めてお知らせください。まあ、これは一般的にもう任期の半分を超えたということですから、どの政党であれ与党野党問わず解散というものは視野に入ってきて当然だと思います。ただ具体的なその戦略戦術というものは、やはり与党の対応、あるいは当面する政策課題、国民のそれらに対する思いというものをよくよく考えながら検討していかなければならないと思います。その点で今具体的にこうするああするということを、解散権を持たない野党の立場で決め打ちするようなことはいかがなものかと、今後十分に諸般の情勢を考えながら検討していきたいと、こう思っているところです。すみません、はい、選挙制度の件についてやはり先ほどの代表質問に対する答弁で野田総理が段階論ということではなくて、切れ目なき議論をして結論を出す、それでというのも一つの方法なんじゃないかという言い方をされたんですけれども、これについてはどのようその進め方として代表ご自身はどのような今お考えかを聞かせ願いますか。まあ、そこは協議体ができてそこで協議しているわけですから、我々の方から、枠をはめるということは控えたいと思いますけれども、必ずしもその総理のおっしゃる切れ目なく議論をという意味はよく理解しかねるところがあります。いずれにしてもこの問題を進めるためには法律が必要になると、それをどの国会でどのように仕上げていくかという課題もあるわけですから、
まあ、そこはむしろ問題の本質をよく与党として見据えた上で、この与野党の合意ができるような真摯な議論が必要だろうと思います。前から申し上げてますように、衆参ともに憲法違反と言われ、特に衆議院については前回の国勢調査の時よりも倍近く、2倍を超える選挙区が増えていると。その数は97ですから、小選挙区のもう3分の1に達するという大きな数であります。ですからここはむしろ抜本的な改革が望まれるところでありまして、小手先の定数是正のようなことでは到底克服できないことだろうと思っております。その点でまず今要請されていることは、この民意を反映するということが重要でありまして、その点でこの民意をより広く反映する制度というのは比例区で担保されているわけですから、やはり小選挙区で定数を削減した上で、この1票の価値の平等を実現をしていくということがきちんと見込まれなければなりません。その点での与党あるいはもう一つの大きい政党である自民党の踏み込みはいかにも不足していると思います。また党内での十分な議論もなされていないというふうに思われますので、与党の代表である野田総理、民主党代表としての強いリーダーシップの下で、党内を挙げての議論を期待したいと、このように思います。はい、はい、今日民主党 の、 厚生労働部会 で、 です、ね、主婦年金 の、 過払い額の返還しないというふうなこう方針が示されたということで、この点に関しては公明党の方でもこれまで国会での主張をいろいろこう強めていらっしゃると思うんですけども、この点に関してどのようなお考えをお持ちでしょうか。まあ、この過去結果として過払いを生じたと、実質的な不公平が生じているということでありますが、これは全国会からの積み残しの課題とも言えるわけであります。この点で今後の制度の持続可能性と実質的な公平の実現に向けて、政府与党として最終的なきちんとした考えを国民に示す必要があると思います。それが政府与党で本当に固まった見解かどうか、これも定かではありません。前回は担当大臣の考え方も二転三転したような印象があります。まずその政府与党として固めて、これを国民に提案をするということをやるべきだと考えております。はい、今日の閣議でですね、はい、南スーダンの PKO に自衛隊派遣を決定したんですけども、はい、かねてから慎重な対応、判断を国会が求めていらっしゃったと思うんですけども、その南スーダンでは反政府軍がですね、反政府勢力が政府軍とかあるいは市民を襲撃する事件も起きているんですけども、この中での派遣決定というのはどのように受け止めていらっしゃいますか。今日の閣議の中身は派遣の決定ではないと、いわば派遣にするための準備を指示したと、こういう報告をし合い準備を指示することを決めたということのようであります。しかしそれは派遣するために準備を指示しているわけでありますから、実質的には派遣を目指しているという政府側の大きな意思決定だとこう思います。その上でであるならば、この南スーダンの派遣の是非をめぐる前提の情報、これは政府が数次にわたって調査を重ねてきたはずでありますが、これが国民に十分に情報が公表されていない、検討の材料が提供されていないという中で、こうした重大な意思決定がなされていくということに対して、この政府の進め方については非常に危うさを感じるというところがあります。それと特に南スーダンの北部で紛争が起こったと、これも報道によりますと今の政府軍からの分派が正規軍と政府軍との紛争を繰り広げたと、
かなりの犠牲が出たということでありますから、これが果たして5原則でいうところの停戦の合意に触れないのかどうかというところをきちんと説明する必要があると思います。単なる治安の乱れという範疇なのか、それとも紛争の当事者性を持った者同士の衝突なのかというところは何も国民には説明されておりません。その点での今日5原則の認定上問題ないという総理の答弁ではありましたけれども、これにはいろんな議論がなされる可能性があるわけでありますから、丁寧な政府側の説明が必要だろうと思います。かつてカンボジアのアンタックの時も、いわば内戦のカンボジアの中の内戦の当事者での停戦合意はなされたものの、部分的に停戦が崩れるという事態がプロセスの中で起きたこともありました。果たしてこれが停戦の合意は維持されていると見るのか、あるいは部分的に停戦が合意が崩れた、破棄されたと見た場合に全体にどう影響するのかというようなことが議論になりかけたことがあります。まあ、そういった過去の事例に照らしても、この国内で衝突が起きて少なからぬ犠牲が出たということを軽視するわけにはいかないと思います。まあ、南スーダンの北部と首都ジュバがある南部とでは情勢が違うということは多分あるだろうと思いますが、いずれにしてもこの国民が納得のいく説明が十分ではないということは強く政府側に指摘したいと思います。それとこの南スーダンは首都ジュバにしても内陸部でありまして、輸送補給という視点から考えると、今施設部隊を出すという政府の検討のようでありますが、この施設部隊が活動していくためにはこの補給輸送についての十分な安全性、継続性が確保されなければなりません。直近のケニアのモンパサの港から2000キロ、あるいは主要な空路の輸送拠点と見られるウガンダのエンテベの空港から800キロと、こういう遠隔の地でありますから、この点についても安全に輸送補給ができるのか、そしてまた南スーダンの国内で活動が継続的に安全にできるのかというところ、これも実際に仕事をする派遣される人々の立場に立って効果的な活動ができるように政府として十分な配慮をする必要があると我々は思いますが、その点についての検討状況も全く国民には知らされていないというふうに感じます。いずれにしてももっとこの派遣の是非、そしてその効果、また我が国の国益にどう資するのか、こういった点での幅広い議論がもっと必要だろうと思っております。よろしいですか。はい、よろしいです。はい、終わります。ありがとうございました。